を上げるために勉強していきたいと思います。そう、メリー使っていこうと思います。モテ情報からグルメから恋愛から旅行お出かけライフスタイル、女の子が気になるいろいろなんかねいい情報を書いてくれてるんだ。よくモテる女の指しすせそなんてワード耳にしたことはありませんか？ある、あれ有名だよね。さ、さすが、し、知らなかった、す、すごい、せ、センスいいですね、そ、そうなんだっていう、もうこれはマジ女子で知らないやつはいないってくらい常識なんだけれども、もうこれはもう古いらしい、ちょっとこびすぎてると。で、これから流行るのはカレーモテを狙うあいうえおだろうという話らしいんだけれど、これからあいうえおを覚えていきたいと思います。はい、まずあが、あん一文字一文字、特に言葉はありません。あっと何かひらめいたような見つけたような拍子抜けした声を出してみて。どうしたのと彼から反応が来ると思うので、そこから自分のしたい話や彼に聞いてみたい質問をしてみて。たった一言で話すきっかけができるってすごくないですか？なるほど、あだけでいい、なるほど、うん、実践してみよう。一緒に行こうということで、これは行き先はどこでもいいので、あーなるほど、一緒に行こうということによって男の子は不意に誘われるとドキッとすること間違いなしですということらしい。 OK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 、 じゃあ早速実践してみたいと思います。今からトイレ行くの？一緒に行こう。あ、次タバコ？あ、一緒に行こう、うん、あ、次どこ行くの？あ、ご飯、うん、一緒に行こう、うん、あ、次どこ行くの？あ、全部行こう、もう全部一緒に行こう、あの天国でも地獄の果てでも、いつまでも全部一緒に行こう。う、嬉しいな。なるほど、彼から何かしてもらった時大げさなぐらい嬉しいなと言ってみる。なるほどね、彼がコンビニで飲み物を買ってくれた時など無邪気に喜んでいると男の子はついキュンとして何かしてあげたいという気持ち。なるほど、大げさに喜べばいいのね。これは普通にモテそう。いい、やってみよう。はい、実践。これあげるよ。え、本当に？いいの？ありがとう、嬉しい、ありがとう、すごい、本当にもらっていいの？マジで？うわー、え、絵は、彼から何か急なお願いをされたり質問されたときに少し拗ねた声を出してみて。なるほどね、距離が縮まるやり取りをするきっかけになります。実践。出身地どこ？今どんな仕事してるの？好きなタイプは？てか今恋人いるの？お疲れ様。なるほどね、最後は O です。彼が仕事で疲れていたらすかさずお疲れ様と言ってあげましょう。なるほど、ちょっとしたプレゼントをしてみると好感度上がるかも。なるほどね、これは絶対モテる女がやるやつ。いきましょう、実践。仕事忙しすぎてもう3日ぐらいちゃんと寝てないわ。え、ほんと？お疲れ様、お疲れ、お疲れ、お疲れ、飲む？お疲れ様、お疲れ、ほんとのお疲れ様、お疲れ様、あげる、お疲れ様です、お疲れ、お疲れ、お疲れ、ねえお疲れって言ってんじゃん。はい、というわけで今回使用したのはこちらのメリーというアプリでございます。すごいね、これは結構使ってる人もすでに多いと思うんだけど、実際私の女友達とかでも気づいたら使ってる人割と多くて、なんだろう、結構女子のマストアプリみたいな感じになってるのかな。はい、というわけで今回使用したのはこちらのメリーというアプリでございます。すごいね、これは結構使ってる人もすでに多いと思うんだけど、実際私の女友達とかでも気づいたら使ってる人割と多くて、なんだろう、結構女子のマストアプリみたいな感じになってるのかな。ハートを押すと自分のボックスみたいなのが作れて、もうお気に入りの記事とか定期的にこうチェックしておきたいものをねこうやってできるんだけど、私だったら、私タピオカがすごい好きなのでタピオカのおすすめタピオカ店とか結構登録してたりとか、あとディズニーランド好きなのでディズニーランドのなんか香水店の情報を載せてたりとか、いろいろこんな感じでボックスは活用しちゃっております。こちらのねメリーの素敵なアプリ、私もボックスを作ってるので、エミリンが好きな方、エミリンが嫌いな方、エミリンになりたい方、エミリンになりたくない方、
んぜひぜひチェックしてみてください。詳しくは概要欄に書いてありますので皆さんダウンロードしてみてください。いい人と巡り会いたい、いい人と巡り会いたいと思ってるけど、いい人と出会ってもいい人だから結局いい人にはもう相手がいるわけだし、結局こうね、ある程度年を重ねてまだ彼氏彼女がいません、恋人がいませんっていう男女なんてもう残り物に。チャンネル登録よろしくね。